黒金餅ちとは、餅の木か餅の貴族の常緑中高木。別名、ふくらば、ふくら餅とも呼ばれる。和名黒金餅ちは、餅の木の仲間で、若い枝や傭兵が黒ずんでいることから名付けられた。常緑紅葉樹。中高木に分類されるものの、自然状態での成長は、普通10メートル程度にとどまり、あまり高くならない。成長の速さは遅い。株は一本立ちで、 ふっくらした樹形になる。樹皮は開白色。若い茎には量があり、紫っぽく色づくことが多い。春4月に新芽を吹き、葉が交代する。葉は五星し、新緑色の滑らかな角質で、表面は光沢があり、裏面は単緑色。葉心は長さ5から8センチメートルの楕円形光楕円型で、先端は尖りやや波打つことが多く、肺は前円。 私有一種で、夏季は5から6月。当年枝の葉液から果樹を作って、泡紫色や白色の小さな4から6弁花を咲かせる。果実は、角果で直径5から6ミリメートルほどの休憩をしており、秋に多くの実が集まってつく。私有一種のため、芽株だけ果実がつき、11から2月に真っ赤に熟して、春まで枝に残る。日本の本州、四国、 九州、琉球列島に産し、国外では台湾、中国、インドシナまで分布する。団地から亜熱帯のやや気温の高い地域の山野に生え、日向から半日陰地を好み、やや日陰地にも耐える。低地の森林に多く、しばしば海岸林にも顔を出す。しばしば庭木として用いられ、比較的都市環境にも耐えることから、公園樹、あるいは街路樹として植えられる。 黒金持ちが金持ちに通じるから演起機として庭木として好まれる地域もある。西日本では野鳥が種を運び庭等に野生することがある。日本では関東から沖縄までの地域が植栽可能で植栽適期は4から5月中旬、6月中旬から7月、9月中旬低下旬とされる。土壌は浄土にし根は深く張る。 剪定は6月から9月、是非は1から2月に行う。材木は農機具の柄としても用いられる。ありがとうございます。